先生、たった一球の白球を私たち高校球児が追いかけ始めてから憧れのこの舞台に立つまでにたくさんの支えや応援がありました。制約がかかる中で多くの方々が努力をして私たちが全力で野球をできる環境を作ってくださいました。そしてこの春甲子園に声を出しての応援が戻ってきます。野球ができること、それを応援してもらえることは当たり前ではなく大変ありがたいことだと感じています。さまざまな制限があった生活も徐々に終わりを迎えつつあります。一方で戦争、紛争、そして災害、私たちが野球に打ち込んでこられたように全ての若者が希望を持ち夢を追いかけられる平和な世の中となるよう願わずにはいられません。そして私たち高校球児は仲間を信じ一枚岩となって全身全霊でプレーし勇気や感動を届けることで支えてくださる全ての方に恩返しをしたいと思います。この聖地甲子園で全高校球児が一球に魂を込め正々堂々戦い抜くことを誓います。令和5年3月18日香川県立高松商業高等学校主将横井亮太